ドーハに今、なんかドーハ空港で今うろうろしてるんですけど、なんかドーハ空港広いっすね。はい、なんかこの感じでウィル・スミスとかも躍動してます。もうドーハ空港とか来る機会ないっすね、おそらく。どこやねんみたいな。そもそもフライトでこのロンドンにたどり着ける感っていうところもありますけどね。ああ、まあ、このスリルをね、スリルというか、ちゃんとね、トランジットしながらいろんな国を見ながら行くっていうのがこの旅のトランジット醍醐味ですよね。はい、無事たどり着けたらいいですけど。はい、さっきあったなんかベトナム系のなんかキルギスの人かな、その人めっちゃいい人だったんですね。はい、いい人ばっかりじゃないんでね、やっぱり道聞いててもその辺やっぱり見極めていかないと。はい、水星ハネムーンあなたとランデブーどうしているのさ二人、愛してもらう椅子だってなっても夜宅へ行こうか。水星ハネムーンまでランデブー。お、すごい。ラケットのどこへ行こうか、いるあなたと巡り返し執着せんさ、あはは、あはは、お、すごい、めちゃくちゃ超高級車。壊しちゃこれさ。BM 最新機種みたい。やってな感じで、ドーハいろいろ待ってます。無事たどり着きたいですね、ポーランドに。もうこの風呂なし、飯なし、ネットなしが過酷っすよ。過酷はいいって言うね、俺。寄り切ってもう雪は続く、金切りかかり生きている、支えなぎれてもう雪は続く、次の通りどころに身を寄せる。使い捨て地味たつながりとか、そのばかりの関係だとか、いやが違うと嘆いてみて、何も分からずにいるんだってなれ、僕はずっとこんなんで、地の端に目を伏せたの、知らないんだって、猛毒が襲う。入れ替わる気持ちを演技にしてがやりながら生きてる、夜を待つわけさ、扉を立てる、気が使うと筋力が回る、色だけさゆいて寂しがる、暗くなく惨みの中で、よいしょ、
気はしないんだって日々優しい。今は、なんとか慣れたドーハ間を、経て、ようやくドーハに着きました、はい、ここから3時間後にまたロンドンに行って、そこからロンドンからまたワルシャーに行って、でようやくホテルで寝れるっていう、もう本当にどこの修行生って感じの本当に過酷なスケジュールなんですけど、はい、フライトもね、ちょっとまあスタッフさん見ない人だったんですけど、旅行の人結構お酒を召されてて、なかなかちょっと楽しい旅になりましたけど、はい、まあこういうトラブルが旅の付き楽しみなんじゃないかなと思ってるんで、はい、なんとか力振り絞って、はい、無事、ホテルに着きたいと思います、はい、で最後はね元気でまた笑って皆さんにお会いできるように、日本に帰れるように頑張りたいと思います、はい、まあ旅してたらね本当にね嫌な人もいればいい人もいるんで、はい、これはここはね仕事も旅も一緒だと思ってるんで、はい、またやばい出会いがあると信じて力を振り絞って頑張りたいと思います。アグリービーです。やっとのことでポーランド私は着きました、フライト待ち時間入れたらもう20時間超えてました、はい、感動がやばいです。はい、もう、はい、なんかもう街見る前にもうここに来れたことでちょっと満足しそうです、はい、途中なんかロンドンの空港でめっちゃ待ち時間あったりとか、カタール空港で言葉通じんかったりとかで、もうちょっと心折れちゃったんですけど、なんとこれで終わったんです。はい、なんかちょっと体も休みながら行きたいと思います、はい、あんまりもう YouTuber でもベテランの息入ってるんで、はい、あんまり無理すると、はい、本当に体が資本なんで、はい、まあちょっとね今日は一日ちょっといろいろ準備して、まあちょっとまあ余裕があればちょっと街行って散策したいなと思います、はい、まあでも街は綺麗ですね。街というかこの空港でもなんか綺麗ですね。本当に整備されてるって感じです。ロシアっぽいですねちょっとね。なんかみんな人もなんかレベルはやばいです。高いですね。レベルは本当に高いです。はい、でもみんな新スタイルめっちゃいいです。はい、まあ、そんな感じです。